どうも、速稼塾の久保です。今日はね、 TikTok ライトが本当に稼げるのかどうかのお話でございます。まあ前回も動画撮ったんですけども、 TikTok ライトを始めたのが昨年の10月です。で、10月から1ヶ月かけて3600円ぐらいには初速でなったんですよね。まあ初月で3600円、まあまあ悪くないじゃないかなと思って、それ以降ね、3600円をまず下ろしてゼロにして、そっからね3ヶ月間地道にやってきました。毎日です。しかし3ヶ月で685円というね、もうちょっともらえませんかっていうところなんですよ。3ヶ月で685円じゃね、ちょっとやってらんないなっていうところがありますけども、まあゼロじゃないんでね、これからもまあやらないでもないかなと思いますけども、多分私この TikTok ライトね、もうやめますね。これはね、3ヶ月685円、なぜかっていうと、これ以上に儲かるやつがあるんですよ。そっちを優先しようかと思います。じゃあね、TikTok ライトで思うように儲からない人が何をすれば確実に儲かって、しかも TikTok ライトに労力や意識をそこまで向けなくていい、まあ、そんなね便利なサイトがあるんですよ。ちょっとこちらの方ご覧いただけますか。ご覧いただいてるのがね、YouVoice っていうサイトです。 YouVoice ってのはあなたの声っていう意味、つまりアンケートのことなんですよ。アンケートに毎日少しずつ答えるとね、きちんきちんと10円20円と溜まっていって、驚くなかれ。私今ね、今日6日目って書いてあるでしょ。6日目、6日目ですよ。6日目でこちらの方5908ポイント、つまりこれね590円なんですよ。 TikTok が3ヶ月で600円何がしのところ、こちらの方は1週間も経たないのにもう6000円ぐらいになろうとしてるんですよね。しかもこちらの方は自分の意識でポイントを貯めることができるんですよ。 TikTok の場合は何ポイント貯まるのかっていうのはもう TikTok のね思うがままですけども、こちらの方見てください。今日も今ねログインしたんですけども、ログインボーナス3ポイント。まあ、これ3円のことなんですけどもね。でもこうやって1ポイント、1ポイント、1ポイントって溜まっていって、で、10日目に30ポイント、トーンともらえるんですよ。少なくとも毎日1ポイントはもらえるってことと、それから10日間連続で30ポイントももらえるんで、まあ、連続じゃなくてもいいのかな。まあ、こうやってね、ログインするたびに必ずポイントがもらえて、しかも、これ閉じてですね。さあ見てください。アンケートがどん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 毎日のように出てきてるんですよ。で、過去のアンケートもあります。これをね、答えると、どんどんポイントがもらえるんですけども、どのぐらいの難易度なのかちょっとやってみましょうか。二択問題に答えてポイントを貯めようみたいなのがあるでしょ？よくこういうアンケートサイトって、だらだらと長いアンケートを取られてね、それでポイントがちょびっとなんですよ。これどうでしょうか？はい。質問数1問、獲得ポイント2ポイントってことでね、質問は1個で終わります。さあ、どんな質問でしょうか？人気ゲームなんとかかんとかで、武器から発射できるものは何？知りませんね。インクかな？はい、終わりました。これでポイントゲット。はい、5911ポイントでしょ？現在、ダブル会員ではありません。これなんだろうね、ダブル会員って。ちょっとわかんないんですけどね、まだ始めたばかりなんで。まあでもね、始めたばかりで1週間も経たないうちに、もう600円もらえてるわけですから、TikTok なんかよりも抜群にいいと思いますよ。はい。ちなみにこれ友達紹介制度もあるんですよ。ですんでね、動画概要欄のリンクの方から、こちらの紹介コードを入れていただくと、最初からね、こう、何ですか？ 1000 ポイントゲット、そんな感じでも書いてますね。まあ、友達になってくれると、私もメリットがあるし、友達コードを入力したまま、このアンケートサイトに登録した人にもメリットがあるってことでね、言うことないんじゃないかなと思います。よろしかったら、こちらの方もお試しください。それでは、また！